前田浩二です。ライカの交換レンズ、オリジナルのキャップですね。がついてます。キャップというかケースですね。プラケース。あと当時のこのベイクライトのキャップ、これもオリジナルです。これ結構高いです。これもね、買うと1万円以上します。レンズはエルマーの 3.5 センチ、35ミリの三半。まあ、本当のパンケーキですね。ぺったんこの35ミリになります。こちらニッケルですね。ニッケルの時代です。同じレンズがもう一本あります。こちらがクローム。まあ、普通のメッキです。比べると全然違うのはわかると思います。形状などは一緒ですね。ただ、色が違います。まあ、これは普通のシルバー。こちらもゴールドに近いようなメッキです。これしかありませんので、まあ、もちろんライカにつけるとコンパクトですし、まあ、今流行りのミラーレスですね。ああいうのにつけてもいいと思う。すごくコンパクトでいいと思います。ヘリコイドスムーズですね。スカスカとか油切れみたいな感じはないです。しっとりした感じですね。無限のロックもきちっと効いてますし、ガタもないですね。外観ニッケルの時代のものにしてはかなり綺麗です。備品でいけると思います。十分非常にいい状態の方だと思います。まあ、ニッケルだとだいたいメッキがもう剥がれてるのが多いですからね。絞りも大丈夫です。こちらナンバーがないタイプになりますので古いんですが、きちんと距離計は連動してました。これですね、カムがちゃんと動いてます。この時代のエルマーにしては綺麗な方です。もう一本のこっちの方がちょっと曇り気味ですが、これはかなりいい方だと思います。まあ、ペンライトで見れば当然ありますが、このようにスカッとしてる方だと思います。もうこの古いエルマーはもう真っ白になってるかスレスレかっていうのが多いんですが、これはかなりいい方です。いいですね、本当にいいと思います。ただナンバーはないですね。ないと思います。非常にコンパクトですし、写りもこの古い割に結構いいと思います。このキャップが結構価値があるというか高いですからね。ついてるとラッキーですね。Lマウント、ライカマウントになります。